回しの新居に来てるんですけど、このベッドあるじゃないですか。これを組み立ててあげて、このインテリア、新居のインテリアを俺がしてやろうかなっていう多分ね、めっちゃおしゃれになると思うんですよね。いけるね。物も少ないからね。とりあえずちょっとベッドを組み立てますね。わかんねえ。わかんねえ、これ。これ？わかんねえ。どれだ？これね、ちょっと持ち上げるんですよ。持ち上げて。これ止まんのかな？こういうの全然やったことなかったら分かんないんだけど。ダリエダリエな、これ最初は組み立てた時やな、マジで。ちゃんとなんでこんな中途半端な状態なのマジだ。これ開発したやつマジぶん投げるべそれ全然そんなことしなくてもつけられると思うけど。マジだり。なんでわざわざこう持ち上げながらつけようとしてるの。こういうこと？明らかに寝かせればいいんだそうだ疲れた。でも見て、これでね、バッチリ一緒。じゃあこれとりあえずこっち移動しちゃうか。片付けないと。よいしょ。何センチ？多分165ぐらい。ちっちゃくね、これ。ちっちゃくね。俺168って言ってたんだけど、今まで。何センチって、いや170ないけど168ぐらいかなって言ってたんだけど。やば、マジ。こんなもんかな、位置。テーブル、ここでいいよね。ここフリースペースにして、歩けるようにして。よいしょ。踊るんだよ、絶対いいわ、見たら。テーブルこれでいいのかな。なんか違う感じしない？ここにテレビ置いて、ここにテレビでしょ。ちげえよな、絶対ちげえよな。逆かなこれ。でもさ、なんか逆にしてさ、集中力落ちたいかな。ここにあいつどうせパソコンバッグで。パソコン置いて、こうやって、テレビ見えちゃうと思ってるんだよ。どっちがいいかな。あ、椅子に実際行けばいいか。実際椅子に止めてばいい。
ソコンでしょ。本人の好評が OK が出たらアップ載せれるんですけど見てくか。こいつがここに住むやつなんですけど、やばくないですか。190近くあるんです。これでマジ巨大化チンパンジーです。巨大化チンパンジーこれ一回さ、ごめん、座ってみて。仕事しようって言って椅子座ります。これここかな、こここれ玄関ってここにも欲しいんだよね。一枚あの時だったら壁剥がれないよね多分。まずね、気になる写真を切り抜きます。で、真ん中にあのテープを貼ります。で、貼りたい場所にどっちがいいかな、これどっちも面白いな、こう、綿棒の手こっちでいいかな。こうやってスリスリ、あとは玄関ですよ。大本命のね、帰ってきます。で、鍵開けようとして。よし。じゃあこれで完成です。疲れたな。よくないかなこれ。どう？こうやってさ、帰ってくるじゃん。ただいまー。で、こうやってまず最初こっちで手洗うでしょ。で、疲れたってちょっとテレビゲームでもやるか。パソコンのゲームよいしょ。ティッシュもいいね、ここ便利だね。で、ピッピッピッって、で、ママが多分ここなんで、ここにポイって投げて